伊豆箱根鉄道1100系電車。伊豆箱根鉄道1100系電車。伊豆箱根鉄道1100系電車は、伊豆箱根鉄道が1989年、平成元年から2012年、平成24年にかけて保有していた電車。スンズ専用の通勤系電車である。老朽化した従来車の代替及び新性能化、冷房加速進目的で、親会社である。 西武鉄道より701系、電車4両編成3本を1989年、平成元年8月と、翌1990年、平成2年5月の2度にわたって、譲り受けものである。本系列導入によって、スンズの冷房車比率は66.7%に、向上した。導入に際しては4両編成で譲り受けたものを、 区も派1100系も派1200系区派2100型から構成される3両編成に組み替えているが、詳細は口述する。なお、本系列の車両番号以下、車番とシルスは、大体対象である1000系、第5から7編成のものを継承しているため、形式称号は1100系であるものの、1100番内を、不番された車両は存在しない。本系列は、 車体塗装を含め西部在籍当時より地切手を加えられていない状態で譲渡を受けたが、導入に際しては、各種改造を自社大場工場において施行した。前述三両編成化は、運転台部分の移設ではなく、旧モハ701系機数車の台車、主電動機等の床下機器一式を、旧区ハ千7 0 1系機数車へ移設し、同車を電動車化する形で実施された。 また、旧区8701系偶水車の台車を FS342T に交換し、編成内における台車を統一した。その他、単編成化に伴う、電動発電機の換装、出力的性化、製輪号、をレジン製から中鉄製のものへ交換、電気連結機の撤去、ATS の交換とそれに伴う一部座席の撤去並びに、列車無線の変更。 自動放送装置の新設が実施された。入選時に3000系に準じた、ライオンズブルーと称する青と白のツートンカラーへの塗色変更が行われ、西部在籍当時はステンレス無塗装とされていた客用扉部分も車体同色に塗り分けられた。その他車体周りには目立った改造は施行されていないため、塗装を除く外観については、比較的原型を保っている。 なお、第3編成、1013編成は701、軽初期車を種車としており、乗務員扉手すりが露出型であること型編成と異なる。内装についてはほぼ西部在籍当時のままとされ、車内はオールロングシート仕様である。入線時に3両編成化改造が施行されたことに伴い、前述のように編成単位における機器構成には変化が生じたものの、 搭載する機器そのものは、基本的に、西部在籍当時と変化はない。ただし、前述のように制御尺波2100系の台車が、住友金属工業製、ペデスタル式空気バネ台車 FS072 から、電動車と同一の住友金属工業製、ウィングバネ式、コイルバネ台車 FS342T に、交換された。主電動機は、 日立製作所製 h s 8 3 6回 RB で駆動方式は中空軸平行、カルダン、歯車比は15、84である。主制魚器は日立製作所製電動化無軸式 MMC、HT-20A を搭載する。同制魚器は型番、HT が示す通り、発電制動機能は装備していない。制動装置は、 電磁直通空気制動である。電動空気圧縮機は、メガヘルツ1 6バイト AK3、e、容量990リットル、民国派2100が第2機搭載する。第3編成、1013編成は、西部在籍当時 HB-2000、容量2000リットル、民を1機搭載していたが、譲渡に際して、メガヘルツ1 6バイト AK3、e、への換装が実施され、 仕様の統一が図られた。本系列は前述した入選時の ATS 搭載によって、運転台仕切り直後の座席が撤去されているが、後年同一は車椅子スペースとされた。その他、前編成とも MG の再乾燥が行われたほか、区波2100型に搭載する CP を m h z 1 6と e k 3から HB-2000 へ乾燥した。第一編成。 選9編成は、ワンマン運転に対応させるため2008年、平成20年にワンマンツーマン,ツーマン切り替えスイッチと、と平方送スイッチ、ワンマン表示板が設置された。ただし、多系列、3000系及び7000系と異なり、ドアチャイムは設置されていない。また、各車両の客用扉に車両、扉一案内プレートが、各車両の車端部、 外側も含むには号車番号表記それぞれ重複された。号車表記は、主前寺側から1号車、区派2100系2号車、モ派1200系3号車、区モ派1100系となっている。しかし、同時期には、前編成とも車例40年を超えて老朽化が、著しくなったことから、2009年、平成21年以降、同じく西武鉄道からの譲り受け者である1300、 軽導入によって代替が進められることとな、同年1月16日付で、第2編成、1011編成が、同年6月10日付で、第3編成、1013編成が、相次いで廃車となった。最後に残った第1編成、1009編成についても、営業運転の終了予定が決まった後の2011年、平成23年7月16日より引退を、 記念するヘッドマークを掲出して運行され、2012年、平成24年6月13日をもって営業運転を終了した。一方、2011年9月3日には、伊豆の国市にら山のちびる、反射ロビアが飲み放題の、反射ロビアが電車が計画されていたが、都合により1300系の運行に変更された。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。